問来てた。右上三角編集って弱いですか？結論、強いけど読まれると弱い。じゃあどうやってやればいいかをプロ目線で解説します。プロが被弾が少ないのは相手の位置をよく見て編集を決めているからです。はじめによく使われる右上三角編集ですが、強くてよく使われる分読まれやすいというデメリットがあります。なのでこのように相手が読んで右側に寄っている場合は右上三角だと簡単に入り込まれたりしてしまいます。じゃあこの場合どうすればいいのかというと、あえて左上三角編集をして壁に体を寄せながら打つと相手からはほぼ見えない状態で打つことができます。二つ目は相手は開けるタイミングを狙っているので、あえて一度開けてすぐリセットして相手が打った後一気にカウンターします。続いて相手が右上三角読みで左側に寄っている場合は視線を通しづらかったり、最近はこのように編集後の壁を壊してご利用されることもあります。この場合はどうするかというと、一つ目はこのように窓を開けて打つことです。ご利用される可能性はゼロじゃないですが、アドバンテージが解けているので、ご利用されることは少ないと思います。一つ目の窓を開けは、相手も隠れることはできるので、そういう時は、左の壁に寄りながら、ライトハンドピックを取って、左上三角で倒します。ということで、今回は、被弾しない壁の開け方を紹介しました。相手の位置に合わせて使う編集を決めると、被弾は大幅に軽減できるので、ぜひ使ってみてください。動画は以上になります。最後に YouTube や Twitter で随時質問を募集しているので、たくさんの質問をお待ちしております。ゲームスキルラボのフォートナイト解説。